では、皆さん、おはようございます。おはようございます。そしてインターネットを見ているお友達もおはようございます。こんばんは、こんにちは。ですね、では、先週のメッセージはどんなお話だったか、はじめくんがお話ししてくれましたけど、みんな覚えているでしょうか。先週はアブラハムが息子のはい、そうですね、神様から言われて捧げるという話でした。そうです、そうそして、そうだった、しっかり忘れてた。イサクです。ということで答えを言ってくれたのでここに書きます。イサク引っ越す。そうなんですよ。引っ越す、イサク。ということなんですけども、今日はですね、テーマはイサクの結婚ということで、メッセージをさせていただきます。イサクの結婚、結婚するよ。そうなんですよ。ということで、はじめに一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、愛する主様、今日は、イサクの結婚というテーマでみんなで一緒に学んでいきます。どうぞ、神様の言葉が、神様のことがさらによく分かるように助けていってください。聖霊様、豊かに助けてください。はじめにあたり委ねて感謝してイエス様の名によってお祈りいたします。アーメン。はい、ではですね、今日最初に今日の御言葉の箇所をみんなで一緒に読んでいきたいと思います。聖書を持っているお友達は聖書を見ていただいて、持ってなくても前に書いてある紙があるのでこれを見ていただいても結構です。それでは、テモテへの手紙第2、4章の7節。それではせーので一緒に読みましょう。せーの。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。はい、でテモテへの手紙第2、4章7節。はい、ありがとうございます。ということでですね、今日はここから、イサクの結婚ということで一緒に学んでいきます。それではお話スタートしますけれども、アブラハムが100歳の時に生まれたイサクは、時が経って40歳になりました。ある日、アブラハムは自分がすごく信頼しているしもべ、つまり召使いですね、召使いに言いました。そろそろ自分は息子のイサクに奥さん花嫁を迎えたいと思っている。そこで私のふるさとまで行ってくれ、そしてイサクの花嫁としてふさわしい女の人を見つけてきてもらいたいのだと、アブラハムはしもべに言ったんですね。で、そのイサクの奥さん探しには2つの条件を言いました。アブラハムはしもべに、この2つの条件をクリアしてくれる女の人を見つけてくれと言ったんですね。その2つとは何かというと、この2つです。じゃーん。まず1つ目、アブラハムの一族、親戚たちがですね、住む、ふるさとで誠の神様を信じている人、そういう女の人をまず見つけてくれということでした。もう1つの条件は、その女の人にカナンの地にまで、今アブラハムたちが住んでるそこの地にまで来てもらってくれという、この2つの条件をクリアしてくれる女の人を見つけてきてほしいと、アブラハムはこのしもべに言ったんですね。難しい条件ですね。さあ、どうなんでしょうか。この難しい条件をクリアする人はいるんでしょうか、果たして。さあ見てみましょう。でね、今住んでいるカナンの人々は、本当の神様を知らなくて、いわゆる違う神様、偶像を信じている人ばかだったんですね。だから、わざわざアブラハムがの出身の、出身というか、アブラハムの親戚たちが住んでいるふるさとで、まことの神様を信じている女の人を探してきてほしいと。でもう一つは、今アブラハムたちが住んでいるカナンの地には、神様がアブラハムとイサクとその子供たち子孫に与えると約束された地だから、だからこの地に女の人が来てくれるようにと言ってくれということだったんですね。それで今の2つの条件を言ったわけです。それでアブラハムは召使いに、神様がお前の旅を導いてくださるから安心しなさいと言いました。するとしもべは、召使いはですね、
はい、ご主人様、これから行ってまいりますと、召使いは10頭のラクダに贈り物をたくさん積んで出発しました。そうです、10頭です。すごいですね。さて、何日も旅をして、この召使いはアブラハムのふるさとの地にようやくたどり着きました。夕暮れ時、夕方、町の井戸のそばにラクダを休ませると、召使いは神様にあることをしました。次の3つのうちから何をしたか選んでください。ふるさとに、アブラハムのふるさとに着いた召使いは、井戸の前でラクダを休ませると次のことをしました。その次とは何でしょうか。3つから選んでください。1つ、あーお腹すいたとおやつを食べた。2つ目、疲れたわちょっと眠ろうと昼寝をしたか。3つ目は、お祈りをしたか。さあ、みんなどれだと思いますか。じゃあ自分だと思う人、おやつ。おお、いっぱいいますね。そうかもしれない。腹が減っては嫁選びはできぬと言ってですね、おやつを食べたかもしれない。それを言うなら、腹は減っては戦はできる。そうなんだけど、そうなんです。正確にはそうなんだけどね。で、2番、疲れたわーと言って昼寝をしたから、これも多いね。じゃあ3番、祈りだと思う人。あ、これが一番多かったですね。どれも多かったけど、一番多いのが祈り。そうです、一番多いのが正解でした。祈りでした。で、続きますけれども、召使いですね、アブラハム ふるさとについてラクダを休ませて、まず神様にしたことはお祈りだったんです。で、召使いはそしてですね、自分とラクダに井戸の水を飲ませてくれる親切な女性こそ、女の人こそイサクにふさわしい方でありますようにと神様に祈ったんですね。すべてをご存知の神様にもうお任せすることにしたんです。で、するとですね、まだこの召使いが祈り終わらないうちに、ある一人の女の人が水瓶を持ってやってきました。水を汲むために水瓶を持ってやってきたんですね。そこで召使いはこの女の人に声をかけたんです。もしもし、少し水を飲ませてくださいませんかと聞きました。すると女の人はどう言ったと思いますか。いやよとか言ったと思いますか。それとも女の人はですね、どうぞお飲みくださいと。優しいの。優しいんですよ、ね、一番だと思います。一番だと思います。いきなりなんか似たくなってましたけど、はいですね、あの結果はどうぞお飲みくださいと、優しく心よく水を分けてくれたんですね。さらに、この召使いにお水を分けてくれただけじゃなくて、連れてきていた10頭のラクダたちにも水を汲んで差し上げましょう、そんなに親切に言ってくれたんです、この女の人。それで何度も井戸の水を汲んで水を飲ませてくれました。で、水汲みはですね、とっても大変な仕事だったんです。今私たちの日本ではですね、もう水を飲みたいと思ったら水道の蛇口のところをジャーってひねると、もうありったけ好き放題飲めますけれども、特にここは今のお話の場所ですね、砂漠地帯というか水が少ないところで、今みたいに便利な水道がありません。それもか弱い女の人が重いね、水を汲むという仕事をするのは大変なんですね。だけれども、嫌な顔一つせず、この女の人は召使いのために、またたくさんのラクダたちのために十分に水を飲ませてくれたんですね。こんなに親切な女の人だったんです。で、召使いはさらにドキドキしながらこの女の人に聞いていきました。あなたはどちらの娘さんですかと聞いたんですね。するとこの女の人は、私はリベカという名前ですと名前を言って、すると話しているうちにですね、なんとこのリベカさんはアブラハムの親戚であることが分かってきたんです。そしてこの召使いは、ああ神様が祈りに応えてくださったんだということが分かって、心から神様に感謝をさせたんですね。そしてさらに召使いはこのリベカさんのお家に連れて行っていただき、リベカさんのご家族に挨拶をしていくんです。で、ご家族の前に行った召使いはですね、私は主人アブラハムから使わされてやってまいりました、神様のお導きによってこのリベカさんと出会ったのですというふうに話していたんですね、リベカの家族たちに向かって。そしてリベカさんを私の主人
アブラハムの息子イサク様の花嫁さんとしてお迎えしたいのですがと一生懸命お願いしていきました。するとリベカの家族はどう言ったと思いますか。やだダメだわしの大切な娘をやらんとか言ったと思いますか。それとも結果はですね、リベカの家族はそうでしたか、神様がお決めになったことですからと言ってですね、うんと頷いてくれたんです。そしてこの女の人のリベカもですね、どう言ったかというと、いやよとか言われたんじゃなくてですね、はい、一緒に参りますという返事をしてくれたんですね。そして神様の導きに従う決心をリベカさんはしたんです。こうしてアブラハムの召使いは持ってきていたたくさんの贈り物をリベカとそのご家族に渡していったんですね。ありがとうございますと言って、さてこうしてこのリベカはアブラハムの召使いと一緒にアブラハムたちが住んでいるカナンの地にはるばるやってきました。ふるさとを離れ家族とも別れたんですけれども、リベカはきっとこれからの歩み神様が守って祝福してくださるに違いないわと信じていたことでしょう。そして、リベカを奥さんに迎えるイサクも神様が出会わせてくださったリベカを心から愛するようになっていきます。そして二人は結婚して幸せそうにしていきますけれども、その幸せそうな二人を見てアブラハムもとても嬉しかったことでしょう。この後アブラハムは175歳まで、生きてそして亡くなったんですけれども、はい、今から考えるとすごい年ですけれどもね、175? すごいでしょう。そう、祝福されて長生きしたんですけども、で続きます。神様に従い続けたアブラハムの信仰は息子のイサクへと、そしてさらにイサクとリヴァイ君の間に生まれた子供たち子孫へと受け継がれていったのです。そしてどのようになっていくかは来週に続きます。続くいいところでいつもあるんですけどもですね、来週お楽しみにしてくださいということなんですけれどもですね、このように、今回はイサクの結婚というテーマで一緒に学ばせてもらったことを感謝します。でですね、人間、結婚、あ、続いていたから手に見えるかもしれない婚ねですね、人間的にはあの2つの条件を満たす奥さんを見つけるなんて絶対無理かもと思えるような難しそうな形でしたけれども、でもですね、この使命をイサクさんのお嫁さん選びを使命を託されたアブラハムのしもべの見せられたポイントっていうのはですね、神様に祈って頼ったっていうことだったんですね。で、私たちも神様の御心を行っていく上で、あ、確かにこれはやらなきゃいけないけれども難しいかもと思えることがあるかもしれないんです。でもそんな時、この今日のアブラハムのしもべのことを思い出してください。人間的には難しいかもしれない、自分の力では無理かもしれないけど、でも神様のご計画だったら神様が成し遂げてくれるんですね。だからこの神様に祈って頼ってお任せしつつ、ね、神様にあってやるべきことをやっていけば大丈夫なんですね。ということで、このしもべのように、神様に祈って神様の御心を行うということを私たちも学んでいきましょう。では、今日の御言葉の箇所を最後に一緒に読んで終わりたいと思います。聖書をまだ開いていてくれてるお友達は聖書を読んでもらって、この前の紙を見てもらっても結構です。それでは一緒にせーので最後に今日の御言葉を読みましょう。せーの、私は勇敢に戦い走るべき道のりを走り終え信仰を守り通しました。テモテへの手紙第2、4章7節。それではお祈りします。愛する天のお父様、愛する主イエス様、今日はイサクの結婚というテーマで、神様の御心の結婚相手リベカさんが見つかったというお話を学びました。で、人間的にはこれは見つけるのはとても難しいことと思われましたけれども、この使命を託されたアブラハムのしもべは神様に祈って神様に委ねたということがポイントでした。私たちも歩んでいく中で難しいこととか課題が置かれることがあるかもしれませんけれども、そんな時にはこのアブラハムのしもべのことを思い出して神様に祈って頼って神様の恵みによってなさせていただくことができるように助けてください。この後の文献も豊かに祝福してください。すべての栄光を神様にお返しします。
感謝して、イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。